南京のキリストは、芥川龍之介の短編小説。中国の南京を物体にしたキリスト教信者の少女娼婦の物語。梅毒に侵され、客を取るのを止めていた少女の前に現れた、キリストにの外国人との人よの出来事と、その後の金貨と日本人旅行家との対話が描かれている。なお、この作品には、本編をそうするにあたり、 谷崎潤一郎史作、神愛の人よに追うところ少なからず。不起して感謝の意を表す。との謝辞が付されて、谷崎の小説に依拠したことが示されているが、正確な作品名は、神愛の夜である。1920年、雑誌、中央公論7月号に掲載され、翌年1921年3月14日に、新潮社より観光の、やらいの花に収録された。 1995年に香港、日本の合作で同名の映画が制作された。この作品で第8回東京国際映画祭最優秀女優賞を受賞。南京に住む経験なキリスト教徒で、気立ての優しい15歳の師匠、総近家は悪性の梅毒にかかってしまう。同じ商夫仲間から客に移せば治るという迷信じみた両方を教えられたものの、 キリストの教えに背くことになると、客を取らずに堅タなに拒んでいた。ある晩、彼女のもとへキリストに似た、外国人の男がやってきた。当初拒んでいた金貨だが、キリストとダブルその男に抱かれた。その晩、金貨の夢の中に、キリストが現れ病を癒した。目を覚ました金貨は、あの人がキリストだったのだと思った。翌年の春、その話を、 金貨から聞いた知り合いの日本人旅行者は、そのキリストに似た男が、日米ハーフのジョージ・マリーではないかと考える。その男は、南京の娼婦を買い、金を払わず、逃げたことを自慢していたのだった。日本人旅行者はそのことを金貨に言おうか、黙って言おうか思案しながら、金貨にその後の病状を尋ねた。金貨は、クレハレと顔を輝かせて、 その後一度も患いがないことを告げた。南京のキリストは、谷崎純一郎の神話の夜に居しているが、フローベールの聖ジュリアンの文学的技法や描写法の影響もあるのではないかと、西原大輔は考察している。なお、南京のキリストは、芥川の技巧の冴えた傑作短編の一つとして評価の高い作品であるが、その一方で、 よくできた作品ながらも、前作、秋でせっかく近代心理小説の新しい転換を図ったのに、また以前の得意な作風になったことを惜しむくめ正さの表もある。三島幸夫は、南京のキリストを、実によくできた、実に、芥川的な短編としながらも、古典的名作とされている、こういった作品が、案外、芥川のもので一等早く古びそうに思えるとし、 その理由を、芥川が、本来的に持っているナイーブさが見られないという趣旨で、以下のように解説している。それはあながち、一編の主題の、アナトール・フランス的な悠々たる、死にシズムのためばかりではない。19世紀趣味の物語手法のためばかりではない。似たような手法の谷崎純一郎の初期作品に、比べると、短編技巧では、谷崎のは、うが粗雑かもしれないが、 あの悪童が泥絵の具をお持ち屋にしているようなバイタリティがここにはない。南京のキリストを成り立たしめている作者の人生観が谷崎より幼稚でないならばないなりに、それだけ作者の本来のものではない感じを与える。つまり完全にナイビ手が欠けている。三島行きを解説しかし三島は、こういった表は、後人のない物ねだりで短編小説というジャンルを、 その当時の時代に、ここまで完成させることは、芥川以外の他の誰にもできなかったことであり、近代日本の急激な波行的発展の一つの、頂点の文学的現れだと、賛辞している。そして、そのうまさを、日本人本来の繊細なクラフツマンシップが、ここまで近代芸術としての短編小説を、完成せしめたのは、現在のカメラ工業の発展とも似ている。 この精妙なカメラは本場ものの火をさえしのいでいるとし、これに比して昭和文学の短編はだらしない作品が増え、川端康成と梶井元次郎と堀達夫のみが短編小説の古類を守るに至ると解説している。主題に関連するものを芥川龍之介が示唆していたものとしては、南部周太郎の批評に応えて以下のような反問の手紙を芥川は書き記している。 僕とお作家が人生からオーディアストゥルースをつかんだ場合その暴露に躊躇する気持ちはあの日本の旅行家が悩んでいる心持ちと同じではないか。君自身そういう心持ちを感じるほど残酷な人生に大したことはないのか。君自身無数の金貨たちを君の周囲に見た覚えはないのか。そうして彼らの幻を破ることが反つて彼らを不幸にする。 苦痛を証めたことはないのか。芥川龍之介、南部修太郎への所管対正9年7月15日付、この手紙の中で、芥川は人生がオーディアストゥルースに満ち、残酷なものだとしたら、幸福とは所詮無知の恩長ではないのかという答えの内会議を問うていると、三好幸夫は説明しながら、芥川はここでも架空の幻影に生を委ねた少女を暴れんでいる。いや、 芥川好みの語を借りて言えば、ほとんど懐かしんでいると、南京のキリストのモチーフを考察している。また三好幸男は、未見の土地の雰囲気を芥川がよく描き、無邪気な娼婦の人物造形もそれなりに、地が通っているとし、で慣れた技巧が、しかも上滑りのない重さで、かっちりとした小宇宙を造形するのであると評している。そして、芥川が、 南部修太郎宛てに送った手紙に、金貨の病状が感知していないことが示唆されているとして、金貨の知らない残酷な真実は、外国人がキリストでも何でもないという事実だけではなく、彼女が夢見た奇跡が起こっていないということだとし、以下のように解説している。これが、芥川の本音だとしたら、奇跡を信じた金貨の目に見えぬところで、梅毒は、もっと無残に、 彼女の肉体を蝕んでいたことになる。娼婦が奇跡の不毛に冷める日も必ず来る。西洋の伝説のような夢は決して永遠ではないので、ある。晴れ晴れと顔を輝かせた金貨の背後には、芥川だけに見える暗黒な人生が広がっている。高知な仕上がりとは裏腹に、作者の暗い認識をそこに沈めた作品である。三好幸を、作品解説1995年に制作された。 アミューズと香港のゴールデンハーベスト提携作品。芥川龍之介の南京のキリストをベースに彼の自殺直前の新象風景を描いた歯車を加えたオリジナルストーリー。日本人である富田康子が中国人の娼婦宗金家を演じ、香港の俳優レオン・カーフェイが芥川龍之介をモデルにした日本人作家岡川龍一郎を演じた。 この作品で第8回東京国際映画祭最優秀女優賞を受賞。舞台設定は原作と同じ南京で主人公も原作と同じ総金家だが芥川龍之介をモデルにした日本人作家岡川が金貨と出会い恋に落ちるという設定。よって原作のようにキリストにの男に奇跡を感じるというシーンはない。映画では金貨の病気は治らず、 岡川は日本に帰国後に自殺するという重苦しい内容になっている。ありがとうございます。